なんかお肌だけ10歳若返ったり、本当に出会ってよかったって折れちゃうんです。この後ろの背景みたいな肌になれます、本当に。皆さんこんにちは、あかねです。今回はちょっといつもと違う角度から撮ってみてます。8月ももう最後ということで、今月のベストコスメご紹介していきたいと思います。まず最初は、クラビューのハイカバーリッチマリンコラーゲンアクアクッションファンデーションです。動画のコメント欄でおすすめしていただいて買ってみたやつなんですけど、紫外線、シワ改善、美白の3つの機能がついていて、お肌の中から感じられるオアシス水分光ということで、今日も使ってるんですけど、めちゃめちゃ肌が綺麗に見えるし、クッションファンデだとツヤでごまかすわけじゃないけど、ツヤによってより肌を綺麗に見せてくれるようなクッションは結構あると思うんですけど、ツヤでごまかさずに本当に肌そのものを綺麗に見せてくれるっていう感じで、それがねすごく気に入りました。ちょっと汗かいちゃった今日ね結構肌が荒れちゃったんですけど、やっぱこれ使うとすごいごまかせるなと思って、ハイカバーってもう商品名に書いてあるくらいカバー力あるのに素肌感があるっていう感じ、なんかお肌だけ10歳若返ったように見えるんですよでこれはね本当にねコメント欄で教えてくださった方に感謝してます。ありがとうございます。そして次は日焼け止めなんですけど、宇宙から来た日焼け止め、ドクタージャルトのソーラーバイオームフィールド SPF50PA++++ なんですけど、本当に化粧崩れしない。ただね最近唯一欠点を見つけて持ち歩いてたんですよね。で顔だけじゃなくてこの辺も塗ったりしてたんですけど、キャップがすぐ外れちゃうの折れちゃうんです。宇宙から来た日焼け止め、もう宇宙に返すぞみたいなそう、それだけがちょっと残念なので持ち運びにはおすすめできないんですけど、化粧崩れがしないっていうのが一番の優秀ポイントだから、朝塗って持ち運び用の日焼け止めは別のものを使えば解決かなと思います。動画でも詳しくレビューしてるのでよかったら見てみてください。続いてはメディヒールのホワイトニングバブルトックスセラムマスク。愛の不時着で出てきたのがきっかけで SNS も人気だと思うんですけど、最高なんです。このマスク、商品名の通り泡が出るマスクなんですけど、だいたい泡が出るやつって毛穴とか黒ずみの改善の目的が多いと思うんですけど、これはね保湿にめちゃめちゃ優れてるなって思いました。泡でお肌を自動的にマッサージしてくれて、そしてその泡を洗い流さないでそのままトントントンってお肌に吸収させるんですよ。もう肌がねプルンプルンになるんですよ。でその後お化粧するとめっちゃいい。ホワイトニング効果もあるので色ムラのない均一肌にしてくれるし、この後のお化粧がめっちゃ映える。なので今月のおすすめは、まず最初にホワイトニングバブルトックスセラムマスクをして、その後に宇宙から来た日焼け止めを塗って、最後にクラビューのクッションファンデをすると、この後ろの背景みたいな肌になれます。本当に超綺麗になるのでめっちゃおすすめです。次はアイシャドウなんですけど、これはね今月買ったわけじゃないんですけど、今月めっちゃ使って改めて大好きだなと思ったディオールのアイシャドウパレットの767番です。この間の毎日メイクでも使っていたやつなんですけど、今日も使ってて、粉の細かさとお肌へフィットする感じがやっぱりディオール様と思って、改めていいなと思って最近今月めっちゃ使いました。グラデーションも作りやすいしお上品なんですよね。デパコスのクオリティってちゃんとお値段に見合っているんだなっていう学びがありました。そしてまだまだありますよ。ディオーディナリーの姉妹ブランドニオドの水和ワクチンクリームです。名前にワクチンがついてるクリーム、ニオドの本気度を感じますクリームなんですけど、なんかね質感がすごく面白くて、さらっとしたバームみたいな感じなんですよ。クリームの概念が変わるっていうか、それはちょっと言い過ぎたかもしれないんですけど、お肌への浸透がすごく良くて、今月めちゃめちゃ暑かったじゃないですか。クリームの油分加減が難しかった時期だと思うんですけど、これにめっちゃ救われたなって思ってて、今喋りながらこう塗り込んでたんですけど、塗ってない手と比べたらめっちゃ保湿されてるんだけど全然ベタつかなくて、まだ日本ではあんまり知名度がないと思うんですけど、これから人気になるんじゃないかなと思ってます。名前もワクチンっていうね、すごい今週紹介したばかりの化粧水とアンプルでセリマックスのノニシリーズ、この商品を知ったのは PR 動画がきっかけではあったんですけど、本当に出会ってよかったって。でノニってスーパーフードじゃないですか。ノニの美容成分をそのままスキンケアにしたみたいな感じで、とにかく浸透が早すぎてびっくりするんですよ。特にアンプルの浸透の速さには驚くと思います。コスメ好きの人はね、他のアンプルとの違いにって驚くと思うんですけど、この何て言えばいいんだろう、つけ心地が本当に噛みすぎて大好きです。鎮静系のものを探してる人にはぜひね、使ってほしいなと思います。質感とかはこの動画で詳しくレビューしてるので、ぜひ見てみてください。そんな感じで今日は今月のデスコスお気に入りコスメのご紹介でした。この動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタの方にも韓国のスキンケアとかコスメのレビューアップしてるので、よかったら見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。